福岡県警によりますと、県内の暴力団構成員や準構成員などの数は昨年末の時点で1260人で、9年連続で過去最少を更新しました。このうち全国で唯一の特定危険指定暴力団工藤会は320人で、ピークだった2008年からおよそ 75% 減っています。県内の他の指定暴力団は同人会が310人、浪川会が140人、福博会が130人、大衆会が120人となっています。県警は暴力団からの離脱支援を強化していて、幹部の離脱で組織の弱体化が進んでいるとしています。